では、次の枠に行きたいと思います。私、情報システム研究機構の国立遺伝学研究所、三島ですね、ここから普通電車で1時間ぐらい行ったところにあります、三島にあります国立遺伝学研究所の DDBJ センターというところの教授をしております中村と申します。で今回は国内の主要な、この枠ではですね、2時間を使いまして国内の主要な DB の使い方、という講習をしたいと思います。で私の所属している DDBJ の、講習と、それから、タンパク質のデータベースである PDBJ、 それから、結句ですね、京都の、遺伝子とゲノムのエンサイクロペディアについて、一番基本的な、ところをご紹介したいと思います。で、まずですね、画面に出しておりますけれども、こちらで用意した、資料に沿って、手を動かしていただきたいと思いますので、まずこの、今回のエージャックス駿河のトップページを、開いて、開いていないようであれば開いていただきたいと思います。これ Google の検索窓でですね、moddb と、あるいはエージャックス駿河で引いていただければ、このページに到達できると思います。で、なんか到達できないとか動きが遅いおかしいというところがありましたらヘルプに行きますのですぐに手を挙げていただければと思います。で、MotoDB から、AJAX するがのページを開いていただきまして、これが今回の講習会のトップページになりますけれども、このプログラムのところから、講習資料はこちらのサイトをご覧くださいという、表示があると思います。で、こちらのところがリンクになってますので、ここを開いていただきますと、なんか同じようなページが出てきちゃうんですが、ここに、ウィキで作ってあります今回の、今回の資料ですね、それぞれの解説の資料の PDF へのリンクのページが出てきます。で、これ今の10時半から12時半の枠の私の、講習資料がここに、PDF でありますので、これを開いてみてください。ちょっと PDF でかいので皆さんで一気に開くと時間がかかるかもしれませんけれども、PDF が開かない、あるいは PDF に到達の仕方がわからないという方がいましたら遠慮なく手を挙げてください。PDF を開くとこういう感じのものが出てくると思うんですが、よろしいでしょうか。はい、それではこれに沿ってですね、やっていきたいと思います。で、まずですね、注意点ですが、参加人数が多いためサイトにつながりにくくなることが、予想されます。一気にみんなで行って同じことをやるとサイトが落ちたりですね、あるいは攻撃とみなして接続を拒否したりしますので、適当にタイミングをずらして実行してください。で、こんなことは知ってるよ、先にどんどん行けるよっていう方はですね、この資料を見ながらどんどん先に行っちゃっていただいても全然構いません。で、一番ゆっくりめでいきたいと思いますので、どんどんやっていただいても構いません。で、反応がなくても、何度もクリックしないでください。やるとますます遅くなるだけですので、おおらかな気持ちで、臨んでみてください。で、わからないことがあったら、もう即座に手を挙げていただければスタッフが駆けつけますので、遠慮なく、一人取り残されると大変寂しいですから、遠慮なく手を挙げてください。で、代表的な生命科学関係のデータベースとしまして、DNA の塩基配列に関しては皆さんよくお使いのものとして、ジェンバンク、あるいはエンブルで、日本にあるものは DDBJ というものがあると思います。で、今日は DDBJ の紹介をしたいと思います。で、それからアミノ酸のタンパク質のアミノ酸配列としては、ユニプロットですね、昔からあるスイスプロット、あるいは、それをなるべく自動的に、それと同じような、情報収集をなるべく自動的にやろうとしているトレンブルといったものがあります。で、タンパク質の立体構造のデータベースとしては PDB、 あるいは、スコープ、キャスといったものがありますが、今回は、PDB をご紹介いたします。
それからモチーフのデータベースとしては、インタープロ、PFAM、プロサイト、クロードム、まあ、実際にはPFAM、プロサイト、クロードムというのはインタープロに包含されてますけれども、モチーフのデータベースとしてはこういうものがあります。で、ゲノムのデータベースはいろいろあるわけですけれども、今回は結句ですね、京大でやってます結句を代表例としてご紹介します。で、化合物としては結句リガンドを今日紹介しまして、パスウェイとしては結句パスウェイの利用を今日紹介したいと思います。まあ、その他いろいろ生命科学関係のデータベースがあるわけですが、まあ、非常に基本的なところとして配列関係、そして力体構造関係、でゲノム化合物パスウェイのご紹介を今日はしたいと思います。で、本日紹介するデータベースは、まあ、繰り返しになりますが DDBJ、それから PDBJ 結句でして、DDBJ、PDBJ にはバンクという文字が途中に入っておりまして、まあ、これは溜め込むということですね。配列を収集して、配列あるいは構造を収集して溜め込んで皆さんの再利用に供するというデータベースになります。で、DDBJ は国立遺伝学研究所の DDBJ センター三島にありまして、 PDBJ は大阪大学のタンパク質研究所にあります。で、結局は京都大学のバイオインフォマティクスセンターで提供しているデータベースです。で、データバンクというのは、今言いましたようにですね、全世界で、解読された塩基配列あるいは立体構造情報といったものを査定して受け入れると、何でもデタラメに受け入れればいいというわけではなくて、再利用性を高めてちゃんとコントロールされたボキャブラリーで、書かれて、で、コントロールされた制御された、システム記載システムで記載しておくと、まあ、これを、きちんとアノテーターと呼ばれる人たちが目で見て、きちんと査定してデータベースに蓄積して公開して共有するという仕事をしています。で、なぜデータバンクに配列が登録、配列や構造が登録されるかっていうと、みんなが自分の作ったデータをみんなに再利用してもらいたいという高い、気持ちを持っているわけでもなくてですね、論文を書くときには登録が不可欠になってまして、論文に書いてある、構造であるとか、塩基配列データっていうのは必ず DDBJ なり PDBJ なり、アクセス証を取ってもらって、そこに収めておいて、で、論文に言及されているデータがちゃんと再利用あるいは確認できるようになっているわけです。で、まず DDBJ からご紹介しますが、 DDBJ は国際塩基配列データベースの一員です。で、 INSTC と我々は呼びますが、インターナショナルニュークレオタイドシーケンスデータバンクコラボレーションというフレームワークで仕事をしています。で、これはアメリカはジェンバンク、欧州は ENA、 ヨーロピアのニュークレオタイドアーカイブで、日本は DDBJ がやっております。で、まあ、それぞれの機関で、まあ、それぞれのエリアから登録されたデータというのは 2,3 日うちにはそれぞれ別のセンターにも、移りまして、世界中どこでも、世界中で決められた塩基配列データが参照できるようになっています。で、その他これは、ジェンバーク ENA DDBJ はトラディショナルな昔から、やっている塩基配列のデータベースなんですが、最近は新型シーケンサーですね、まあ、ネクストジェネレーション次世代シーケンサーという方も多いんですが、イルミナであるとか454ソリッドといった非常に大量にデータが出てくるシーケンサーで解読された塩基配列あるいはその生データの収集も行っています。で、これはトラットナ、昔からやっている登録ファイルの一例になります。で、ローカスという、番号がついていまして、それが何ベースペアあるか、それが DNA なのか RNA なのかリニアなのかサーキュラーなのかで、これは、BCT ですからバクテリアのディビジョンですが、まあ、どういう生物の種類かで日付、それから、どういうデフィニッション、どういうものの配列、どういうものの配列なのかというデフィニッション、でそれからアクセッションナンバーというのがついてまして、どういう生物種から取ったかリニエージ、それから、この配列に言及しているリファレンスであるとかですねの、メタデータがあります。で、その下にフィーチャー、まあ、これは日本語で言うと配列の特徴ですが、配列の特徴が書いてあります。で、例えばこれですと CDS が10から1038と書いてありますが、10塩基目から1038塩基目、この配列の、10から1038にコーディングシーケンス、タンパク質のコーディングシーケンスがあって、それはまあこういうプロダクトができますよ。で、トランスレーションするとアミノ酸としてはこうなりますよといったメタデータが書いてあります。で、これはもう一つ、後ろの方にコーディングシーケンスがありますが、で、その下に最後のところに塩基配列そのもののデータが存在しています。これが典型的な
登録ファイルの例です。で現在の、キハレスのデータ量は、これは DDBJ だけではなくて、全体の NSDC 全体の枠でのキハレス登録データ量ですが、延期数で1400億延期、登録数で 1.5 億延期、延期数というのはここの延期の数ですね。で登録数というのはこういうローカスごと の登録別の数になります。まあ、こういった数字になっています。でかれこれ、まあ、25年、まあ、30年近く、30年以上か。30年以上続いている、まあ、世界で最も、まあ、古くて、まあ、一番洗練されたデータベースのアライアンスになります。で、そろそろ手を動かしていただこうと思います。で、DDBJ のデータベースを検索する検索窓として、アルサというキーワード検索ツールを我々、まあ、提供しておりますので、まあ、これを使ってちょっと検索をしてもらおうかなと思います。で例として大腸菌517の全ゲノムエントリーを検索してみようと思います。で DDBJ にアクセスするには、もう Google で DDBJ で検索していただくか、まあ、WWW.DDBJ2VCJP を直接入力していただければ開きます。で、ここに PDF が出てますが、 PDF 消しようとまたあれなんで、新しいタブを開いていただいて、そこのところで Google で DDBJといった単語で検索していただければ、DNA データバンクオブジャパンがトップに出てくると思います。いかがでしょうか。で、このページに到達できない、あるいは、わからないという方がいたら遠慮なくお知らせください。で、アルサですね、検索系はここの、左側の部分の検索というところに、まあ、ゲットエントリー、アルサ、TX サーチ、ブラストという4つの種類の検索がありますが、これの2番目のアルサというのが、キーワード検索の、サービスになります。で、この検索のアルサというのを開いていただきまして、イコーライ、e.coli の O157 を検索して、クイックサーチで検索してみましょう。E と B の O157 と、入力して、まあ、サーチをかけてみます。もしかするとこれだけの方に一気にアクセスするとどっかで返ってこなくなる恐れがあるんですが。で、そうしますとですね、検索結果としては E コリで、引きますと、731ですね、O157、大腸菌 O157 という、キーワードだけで731も、ガラガラガラ引っかかってまいりまして、ちょっと絞り込みをしてみたいなということで、この右側のタブのアドバンストサーチ、こちらの方をちょっと叩いて、もうちょっと詳細にコントロールできるサーチをしてみたいと思います。で、いくつかの特徴で、このアドバンストサーチで絞り込んでみたいと思います。でタイプとしては、まあ、DNA、RNA、CRNA、mRNA、RRNA、tRNA とあるんですが、まあ、ゲノムを調べたいので DNA をクリックします。で、フォームとしては、環状の DNA なのかリニアの DNA なのか、ここは、ゲノムを探したいのでサーキュラーを、叩きたいと思います。で、生物種名として E42 と、まあ、入れて関係まして、で、検索をしますと、ここに出てきたのは4つヒットしてるんですが、どれもですねゲノムじゃないんですね。E コリのシャトルベクターが、4つで、5つ出てきまして、でそれで終わりになっちゃってます。で、なんでこんなことになるかというと、ここのオーガニズムのところにはですね、フルスペルで入れてあげないといけないんですね。で、ちょっと面倒くさいんですが、エッシェリシアコーリと入れてあげなければ、この綴りが面倒くさいんですよね、いつも。エッシェリシアコーリと入れてあげなければいけないですね。
はい。それとするとまた結局いっぱい出てきちゃうので、ちょっと戻りましてですね。O157 の堺株で、DNA でサーキュラーですよって、調べてみたいと思います。そうしますとですね、3つ検索結果が得られると思います。で、O157 の堺で、コンプリートシーケンスで環状のものが3つ出てきまして、でこれは上の2つはこれプラズミドですね、大きさからして33069271ですから、で、一番下のやつ、DA00007 というやつが、長さが、5.449 メガ。ありまして環状ですから、これが、コンプリートゲノムになります。で、これここを開いてあげますと、表示できませんになってしまった、厳しい。そうですね、ここを開いてあげますと、ものすごいでかいんで、みんなでアクセスに行くと開けなかったりするかもしれなくて、ダウンロードするには、ここのところをですね、前の DA00007 の前のところのボックスをチェックしていただきまして、ダウンロードをしてあげますと、ダウンロードできると。で、そのファイルを、再利用することができるという、状況になります。で、先ほどと同じ検索を、これは DDBJ ではなくて、ジェンバンク、アメリカ の, NCBI の、検索システムのアントレ、こちらの方がもうおそらく皆さんおなじみだと思うんですが、これで、実行してみましょう。比較のためにですね。で、NCBI のアントレにアクセスするためには、アントレで、Google 検索していただくか、NCBI NLM NIH ガブのアントレを直接入力していただければ、良いと思います。アントレイで Google サーチしてあげますと、このアントレイクロスデータベースサーチというのがトップに出てくるんですが、こいつがそれです。で、このアントレイの、ものすごいデータベースの集合体でして、NCBI が大量に作っているデータベース、よくお使いなのは多分このパブメドですね。文献のサーチ検索でよくお使いのパブメドも含まれておりますし、あるいはニュークレオタイドであるとか、タンパク質の配列、ゲノムのデータベース、ストラクチャー、タクソノミー、などなどですね、あらゆるデータベースの集合体になっています。で、ここで、先ほど同様ですね、一方欄の、整理の O157 の堺で、聞いてみますと、こんな感じかな。そうですね。はい。このキーワードの、列挙で引いてみますと、文献としては106が、引っかかりまして、キハレスとしては17671で、タンパク質としては31000とで、ゲノムとしては1個引っかかってきてます。で、得たいのはゲノムですので、このゲノムの1という数字を、クリックしてみますと、大腸菌の、ゲノム、大腸菌のゲノムがいっぱい決まっていて、それの系統樹、デンドロフが、下の方に出てきます。で、この中で、O157 の堺を調べたい、引っ張りたいときには、ちょっと
ちょろちょろと見ていきますと、ここのところに O157H7、STR 堺というのがありまして、おそらくこれがそれです。でこれをクリックしてあげますと O157 堺株の、ページ、ゲノムのページというのが、出てくるはずで、このゲノムの情報をですね、GC% がどうなっているのか、サイズがどうであるかとかですね、コーディングシーケンスがどこにあるかといったものが出てきます。で、ここで、ここでジェンバンク、目のリンクですね、別窓で開いちゃってるので、この GoTo ニューケロタイトでジェンバンクへのリンクというのを開いてあげますと、NCBI で提供しているジェンバンクという塩基配列データベースのページが開きます。でこれ先ほど DDBJ のフォーマットはこんなんですよというのをご紹介したんですが、ほとんどジェンバンクと DDBJ は同じようなフォーマットでして、ローカスがありまして、デフィニッション、それからアクセッションナンバーがあって、ソース、リニエージ、それから、文献、情報類。でその下に、フィーチャーですね、この配列の特徴があって、一番下に、5. 何メガの配列が表示になっています。で先ほどのアルサで引っ張るとこういったところっていうのは、実はリンクになっていないんですが、 NCBI のこのアントレで引っ張ってあげますと、文献情報は PubMed という同じく NCBI が同じところで維持している文献情報データベースに到達できまして、この配列が出た時の論文みたいな情報にここから直接飛ぶことができます。この PubMed の1796-1175あたりをクリックしてあげますと、これなんか今すごい大規模な配列をダウンロードし始めちゃったからなんですね。配列のダウンロードを止めた方がいいかもしれないです。この、ゲノム論文のアブストが出てきまして、公開されているものであれば、フルテキストアーティクルに到達するものも、到達できるものも、かなりたくさん最近ではあります。その他にですね、先ほどのページにはですね、この配列を直接ブラストかけて類似な配列を取ってくる、機能であるとかですね、この配列からプライマーを設計する、機能であるとかですね、いろいろ便利なツールがくっついています。で、アルサをご紹介したんですが、おそらく普通に使う分にはですね、このアントレを使う方が、おすすめという状況にあります。これ NCBI はですね、全然 NCBI と DDBJ は全然規模が違いましてですね、 NCBI にはもうポスドクだけで200人以上いるんですが、DDBJ ではスタッフが5人とかいう全く比べ物にならない大きさでやっておりまして、こういう差がどうしてもついてしまうわけですね。でこうして配列にアクセスした後の解析例としては、ブラストのような配列類似性検索を実行して類似の配列を収集してくるであるとか、プライマーを作ってプライマー3のような機能を使いましてプライマーを設計する、あるいはクラスタル W のようなマルチプララインメントを作るツールで作成して、マルチプララインメントを作成して進化系統関係を調べる、あるいはタンパク質に先ほどのトランスレーションの部分からタンパク質の配列を取ってきて、インタープロスキャンなどでモチーフ構造を調べてどういう機能があるのか調べてみたりですね、スイスモデルなどで立体構造を予測するといったユーセージがあると思います。で、データを扱うときの注意点なんですが、 INSDC は査定をしてデータを受け入れていますけれども、例えば、NCBI のジェンバンクなんかはですね、ものすごい量が日々来ますので、とても全部目で見ていられないということで時々変なものが入っています。で、プロテインの対抗で、プロタインになっちゃってるものが、183個あったりですね、シミラー2と書くべきもの、これに似てるよって書くべきものをコピペのミスで S を落としちゃってイミラー2になっていたりですね、後ろの R が落ちていたりですね、クロモソームが全然間違った綴りになっていたり、
RNA ポリメレスと書くべきところが RNA ポリメレスになっているといったものが検出しています。まあ、こういった妙なものが実は頑張って査定はしているんですが紛れ込んでおりまして、気をつけていただきたいと思います。で、あとはアイデンティフィアのミューテーションがエクセルで入るという、まあ、これ論文まで出ているんですけれども、例えばですね、セプト2ですね、セプチン2のタンパク質 の, SEPT2 と入力しますとですね、エクセルでは勝手にセプテンバー2に変換されちゃうんですね、2-7で、実際に、レフシックを見てみますとですね、セプチン2がセプト2と書かなきゃいけないところが、9月2日になっちゃってる、遺伝子の名前が9月2日になっちゃってるものが、あったりします。この辺データベースのアノテーションを使うときには、十分注意しながらですね、あるいは自分ご自身で登録されるときは Excel を使うときには、こういう自動変換されて妙なものを自分で登録しないようにぜひご注意いただきたいと思います。で、これが、トラットなデータベースなんですけれども、新型シーケンサーからのデータとしましては、DDBJ シーケンスリードアーカイブ DRA というのがありまして、新型シーケンサー由来のデータを保存共有、しています。で、これについては午後の、DRA とそれから、DRA パイプラインのところでご紹介しますので、ここではさらっ と,、こういったものがありますよということをご紹介しております。で、SRAs サーベイオブリードアーカイブスですね、新型、シーケンサーからのデータを、メタデータで整理しまして、提供しているページが、DBCLS、統合データベースセンターにあります。まあ、これは我々 DDBJ ではなくて、まあ、DDBJ の姉妹機関である DBCLS にあります。で、ここを見ますと、整理された中から、まあ、例えばヒューマンのデータであるとか、どういったタイプの、データ、実験なのかといった、見方で、切り口によって、データを引っ張ってくることができますので、これもぜひ、ご参照ください。で、これはスタディのタイプが例えばホールゲノムシーケンスなのか、トランスクリプション、トランスクリプトームなのかで、どういったプラットフォームで決められているのか、どういうスピーシーズのサンプルなのかといったところから、そういう切り口でデータにアクセスすることができます。で、もう一つ、統合データベースセンターでやっている鎖の子というデータがあるんですが、これは論文が出ている、新型シーケンサーデータ由来エントリーのまとめがあります。で、このページに、アクセスしていただきます と,、独自に FASTQC ですね、クオリティコントロール、あるいはそのクオリティをチェックするための、プログラムをかけてありまして、そのデータがどれだけ信頼性が高いか、どれだけ汚いかといったものを、ここでチェックすることができます。で、これは皆さんダウンロードしてきて使うときは必ず自分でやってることなんですが、もうどうせやるんだからもう全部まとめてかけて、で、クオリティの状況を示したらいいじゃないのという目標でやっておりまして、論文が出ていて、かつ、まあ、クオリティもチェックできるということで、ここから、データを取ってくると非常に扱いやすいというデータになっていますので、これもぜひお使いください。で、新型シーケンサー由来データはものすごい巨大でして、なかなか自分で計算するのが大変なんですけれども、 DDBJ リードアノテーションパイプラインというのを我々が提供しておりまして、これも午後の枠でご紹介いたしますけれども、新型シーケンサーデータを解析する、配列にマッピングするであるとかアセンブルするといったことをウェブの上からポチポチクリックするだけでできるようなシステムも提供しておりますので、ご自身でスーパーコンピューター使えるよという方はいいんですけれども、そうでない場合はこのデータを取ってきてアセンブルしてみたいみたいなことが簡単にできるようになってますので、ぜひお試しください。で、DDBJ 関連、塩基配列関連はこのあたりにしておきまして、次に、PDBJ、プロテインデータバンクオブジャパンの、ご紹介をしたいと思います。で、PDB は、主にタンパク質拡散の立体構造データを集めたデータバンクでして、現在のエントリー数は約、8万6000ぐらいな数です。これはですね、WWW の wwpdb.org、ワールドワイド PDB に行っていただきまして、スタティスティクスを見ますと、本日のデータ数というのは分かるんですが、
そうですね、今目下のトータルは 85,801 のデータが、ワールドワイド PDB に登録されています。な構造のデータベースですね。では新規シャッターが、一つのタンパク質であってもですね、リガンドがあったりなかったりとかですね、配列が改変されているような、タグがついているようなものによって、複数のエントリーが登録されている場合もあります。でこれはタグが N 末についていたり、同じタンパク質なんですが、タグが N 末だったり C 末だったり、あるいは、これ必須タグですかね、がついているようなエントリーが独自に別々の、ものとして登録されていたりします。でPDBJ はですね、世界タンパク質構造データバンク、WWPDB の、一員でして、米国の、この機関、それから欧州の PDBE、日本の PDBJ、米国の BMRB などから、収集した、それぞれが収集した、データを、相互にやり取りして、公開しているデータベースになります。PDB のデータ形式としては、昔から、作られているプラトナ、フォーマットとしては PDB フォーマットというものがありまして、これは1行80文字固定でこうずらーっと並んでいる、打ち出すのに便利な感じのフォーマットなんですけれども、これも現在 の情報はとても収めきれていないので、全部の情報はあり、全部のエントリーはありますけれども、これは維持はされてますけど、使いになる場合には、こちらのですね、大元となるデータ MMCIF であるとか、それを XML 形式に変換した PDBML を、お使いになるのがいいと思います。この辺は3局で提供されていまして、で、この黄色い線から下は PDBJ 独自で提供しているもので、PDBML プラス、これは実験情報などを、人が論文を目で見て PDBJ 独自で追加しているかなり有用な情報になります。でそれから、RDF という形式に変換して、よりハンドリングを良くしたものを、提供しています。これは PDBJ が独自で提供しているデータになります。でこれは PDB ファイルの例ですね。昔からの固定帳のデータの、ファイルでして、どういうコンパウンドでどういうソースであるかで、キーワードは何で、オーサーは何であるかと。で、構造のポジションのデータがこの後に収まって、座標情報がこの後に収まっていたりするというタイプの、例です。で、では PDBJ の検索サービス PDBJ マインで、アルファアミラーゼを、検索してみましょう。で、同じ ID の PDB データは3局、世界中どこで見ても同じですが、PDBJ だと日本語でも検索可能というメリットがあります。で、PDBJ で検索していただくか、PDBJ.org で、開いていただければ、PDBJ で検索していただければ、PDBJ のトップページが出てくると思います。でこれは今、日本語のページになってますが、ご自身の設定によってはイングリッシュですね、英語版が表示されてきちゃってる場合があるかもしれません。で英語版の場合にはここから検索すると日本語の検索できませんので、英語の表示になっている方はジャパニーズのところを叩いて日本語の検索など、検索ができる状態にしてください。でここで、この、PDBJ マインのところにアルファアミラーゼともう日本語で入れてしまいましょう。ここのところでアルファアミラーゼで検索してあげます。でそうすると、アルファアミラーゼが、ちゃんと変換されてきまして、問い合わせは、日本語でアルファアミラーゼだったんですが、これちゃんと、PDBJ の内部で、英語のアルファアミラーゼに、変換してくれて検索ができています。
で、それぞれ の PDBJ に登録されたアルファミラーゼが出てくるわけなんですけれども、ここの例えば、この一番上のですね、1CLV の、データを見たい場合にはここのリンクを叩いていただければですね、1CLV の詳細ページに到達できます。別の窓が開いたか、はい、ちょっと別の窓が開いたかもしれません。でここから、これ の配列情報を取りたい場合にはこの配列情報というところを叩いていただけますと、パステ形式で配列が、また別の窓から、取れますし、あ、窓が開きましたね、はい。で、あるいはその先ほどの PDB ファイルのダウンロードしたい場合にはここをクリックすると、ダウンロードできます。でその他、由来生物集であるとか分子量であるとか著者論引用文献であるとかの基本情報が、出てきます。で、三次元の情報を表示したい、場合には、ちょっとこれ皆さんで一気にやると大丈夫かなというところがあるんですが、Mac でやっておられる方はですね、この、JV4 というのは、良いのですが、ここで Windows で皆さんお使いの場合は JMOL の方が、硬いと思います。JMOL のところをクリックしていただきますと、三次元構造のビューアーが、おそらくちゃんと立ち上がりましてですね、Java を動かすけど危険だけど大丈夫みたいな問いかけがあったら、リスクを背負って動かしますみたいな返事をしていただけると良いと思うんですが、JMOL で開きますとこのようにですね、3次元でマウスでぐる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 回せる感じの、立体構造が表示されてきまして、あれかな、ホイールで、ズームインしてみたりですね、ぐるぐる回してあげるということが可能です。で、ですね、で先ほどのページに戻りまして、この上のタブのところですね、概要、構造情報、実験情報、機能情報、相同タンパク質あたりを見てみますと、より詳細な情報が、出てきます。まず構造情報のところを叩いてあげますと、この配列の構造情報ですね、タンパク質それ自体と、あと水がどう配しているかみたいな構造情報の詳細が出てきまして、で、どういうストラクチャーがあるかというものがここで見ることができます。でそれから、実験情報のところを叩いてあげます と、精密化の統計情報であるとか、解説データの、統計情報であるとか、結晶化の条件であるとか、実験の時の、情報が出てきまして、でその横の機能情報を叩いてあげますと、これが、ジーンオントロジーで、どういう、名前空間にあってどういうオントロジーがついているか、どういう機能情報がついているか、でそれから、PDB データベースに由来する情報ですね。ここは残機の数しか出てないんですが、詳細を見たい場合にはこの PDB 情報の詳細を叩いてあげます と、これもまた別なのかな、はい、残機に関する詳細な情報が、出ております。ちょっと大量に窓が開いちゃってあれなんですが、で、その横の相同タンパク質のところを開けてあげますと、タンパク質がこれ何本もある場合にはどれかを選べという表示が出てきまして、エンティティの1を選んであげますと、この 1CLV のエンティティ1に関する、相同性のあるタンパク質の配列が、出てきます。でこれは立体構造の相同ではなくて、配列一次構造を見た場合のに、相同性のある配列がここに出てきまして、例えば、1CLV に、シーケンスアイデンティティで、これ 100% だとどうなるかな、 100% だと同じですよねきっと、シーケンスアイデンティティが 99% であるような、この配列の構造の
3D の構造の重ね合わせをここを見てみたい場合に、ね、構造の重ね合わせというのを押してあげますと、重ね合わせができるかというあのページが出てきまして、でこれも、これ GV4 だけだから出てこないかな。これもですね、3D の表示をさせて、構造を重ね合わせてどこが違うのかというのを 3D で見ることができますが、ちょっとこれ Windows だとダメかもしれない、いけるかな。ダメですかね。すいません、これ、これは Mac で見るとちゃんと見れるんですが、こんな感じですね。相当タンパク質のところから次世代 Java プラグインとか叩いて、Mac で見ますとですね、こう 3D が重ね合わせて表示されてまして、お、ここの鎖が違うわみたいなのが 3D でマウスでグリグリ動かしながら見ることができます。で、その横 の, あのダウンロード画面表示の、ページを、開きますと、どこに行っちゃった。ちょっと開いていた PDBJ のページがどっか行ってしまったので、ちょっとプレゼンの方で、ご覧に入れますけれども、ダウンロード画面表示のところをクリックしますと、それぞれの形式ですね、 PDB 形式であるとか MMCIF、XML 形式のそれぞれの、データがダウンロード、できます。で、でこういったファイルをダウンロードした後で何に使うんだということなんですけれども、PyMOL とか、シネマといった、お手元の PC や Mac で動く立体構造描画ソフトで、描画してみたり、あるいはダリ、マトラスなどで、立体構造を比較してみる、あるいは、タンパク質の表面のポケットを検出する、サーフネットであるとかデルファイで表面電荷を計算したり、 UCSF ドックやオートドックといったソフトウェアで化合物とのドッキングシミュレーションを行うということに、お手元で使うことができます。で、PDBJ はこの辺りまでにしておきまして、最後は、京都エンサークロペディアジーンズ&ジノムスのご紹介をしたいと思います。でケークは皆さんご存知の方が多いと思いますけれども、いろいろな種類のデータを生命現象の総体、エンサイクロペディアとして、再構築しまして、いろいろな切り口で提供している、データですになります。で、よく皆さんがお使いなのはおそらくケークのパスウェイでして、ネットワークの知識、それから、機能の階層分類、総合参照用のデータとしてケークブライドというものがありまして、ケークのゲノムの知識を集めたものとしてケークジーンズ、それから化合物の知識を集めたものとしてケークリガンドがあります。で今日はこの辺りの、主要な、データの、デモンストレーションをしたいと思います。でケークのトップページはですね、www.ケーク.jp でして、これも、同様にケークあたりで検索していただければ到達できるはずです。はい、ケークを開きますとこのようになっておりまして、いろいろなサービスが並んでいるわけですが、全体を見たい場合、メインのエントリーポイントを見たい場合にはこのケーク2というところですね、ケークテーブルオブコンテンツというのを叩いていただきますと、ケークの全体像というのが見えてきます。で、ケークのパスウェイブライト、モデルマップアトラスであるとか、ジェノムのインフォメーションとしてはケークオーソロジー、ジーンズ、ジェノム、オーガニズムです。それから、ケミカル、化合物の、インフォメーションとしてはリガンド、コンパウンド、グリカン、リアクション、リアクションモジュール、こういったデータベースの集合体になっています。
で、まあ、階層的に言いますと、まあ、システムの知識、ゲノムの知識、化合物の知識というものが、ここで提供されています。でその中でまず、ゲノムの知識データベースツールを引いてみたいと思います。で、これはケッグジーンズですね。ケッグジーンズは、ゲノムが解読された生物種の配列に対してケッグが独自のアノテーションをつけた、データベースになります。でそれから、ケッグオーソロジーですね、まあ、これはオーソログの、データベースですけれども、各生物のオーソログ、まあ、それぞれ別の生物に存在する相同な機能を持った遺伝子群を集めたデータベースになります。でそれからカース、これはケッグオートマティックアノテーションサーバーで、新しく自分で決めたゲノムに対して自動的にケッグオーソロジーを使ってアノテーションをつけてくれるというサービスです。で、じゃあまず、ケッグジーンズで、アミラーゼを、検索して、みましょう。で PDBJ とは違って日本語を自動的に翻訳してくれたりはしないので英語で入力します。で、先ほどのケッグから、ジェノミックインフォメーションのケッグジーンズを、開いてみましょう。で、ケックジーンズで、ケックジーンズ の下の方にですね、サーチジーンズフォーなんとかがという窓がありますので、ここにアミラーゼと、ちょっと今サクッとやってしまいました。ケックジーンズを開いていただいてですね、一番上の検索窓ではなくて、下の方にですね、サーチジーンズこうなんとかという窓がありますので、ここにアミラーゼと入れていただいて、Go をしますと、ケックジーンズの中でアミラーゼを検索、に行きます。で、まあ、なんやかんや、アミラーゼが出てくるわけですけれども、まあ、ここで、まあ、どれでも構わないんですが、HSA の 277AAAMY1B、AMY1、アミラーゼ、α1B あたりを開いてみますと、まあ、どれ開いていただいても構いません。で、ご自身の興味のある遺伝子の名前で調べていただいても構わないと思います。で、先ほどの、277を開きますと、HSA277 を開きますと、ホモサピエンスの、アミラーゼ、α1B が開きます。で、この遺伝子のオーソロジーですね、この遺伝子の他の生物種で、相同なもののデータセットに、行き着きたい場合には、この K101176 を開いてあげればいいわけですね。これを開きますと、まあ、他の生物種で、同様な、オーソログに到達することができますし、どのようにオーソログとして整理されているかという情報がここに出てきます。で、あるいはまあこの遺伝子がどういうクラスにあるかですね、それから、モチーフとしてどういうものを持っているのか、他のデータベースへのリンク、それからストラクチャーの情報、それから、染色体上での情報とアミノ酸配列と塩基配列といった、まあ、遺伝子の基本情報というのはここからたどることができます。さらっと言ってしまいましたが、このオーソロジーを調べたい場合には、この、オーソロジーからたどっていってあげれば、他の生物、ね、の、このアミラーゼの、相同遺伝子に、到達することができます。小オールあたりを叩いてみますと、今までゲノムが決まった、生物の中での、オーソロジーがずらっと出てきて、ちょっと大きすぎました、が出てきます。で、もう一つ、ゲノムの解析系のゲ、ケクの便利なツールとしては CARS というものがありまして、この先ほどの、ページからこの左上のケクというのを叩いてありますと、ケクのトップに戻りますけれども、CARS はどこにあったっけ、あ、ここ
こですね、ケークのトップのテーブルオブコンテンツの中の、割と下の方にあるんですけれども、ケーク4コンピューテーショナルアナリシスというところのここのところですね、カース、ゲノム EST アノテーションというところに、カースのページがありまして、でこれはケークのさまざまなデータセットを使って新規に自分が決めた、ゲノムに対して、ケークの知識を総動にしてアノテーションをつけてくれるという便利なサービスになります。これは今ちょっとデモするにはあまりにも、でかい処理になるのでやりませんけど、このようなものがありますので、新型シーケンサーで1本決めたよみたいな場合にはかなりオートマティックにアノテーションをつけてくれる系として有用な、サービスになります。でカースの入力と結果に関してはマルチファスタファイルですね、を入力してあげます と、こういったアミノ酸が並んだファイルを入力してあげますと、ケークに対して、検索をかけてですね、でアサインメントをしてくれると。で例えば、TCA サイクルに対してケークのパスウェイに対してマップして、ここが欠損しているねみたいなことも分かるというようなシステムになっています。で、最後にですね、化合物の知識データベースツールとしてで化合物の知識データベースツールとして、ケークのコンパウンド、これは、主に代謝化合物を収録したデータベースになります。でそれから、ケークリアクション、これは、生体内反応のデータベースで、これらをつなぎ合わせるとパスウェイになる、リアクションそれぞれが、登録されているデータベース。それから、ケークリガンド、これは化合物関係のデータベースを総称して、リガンドと呼んでいますけれども、こういったものがケークの中にあります。で、ここでの演習は、ケークのリガンドを使って、フェニルアラニンを、検索してみ、ましょう。で、ケークのトップに戻りまして、ここのケミカルインフォメーションの枠の中にケークリガンドというのがありますので、これを開いてみまして、でこれも一番上の検索窓ではなくて、ちょっと下っていって、このテーブルの下にありますサーチリガンド4なんとかのところで、何でしたっけ、フェニルアラニンを検索してみましょう。そうすると、ケークコンパウンドでフェニルアラニンの、結果がいくつか出てくると思うんですが、ヒットが多いとここ省略されてしまってますので、このディスプレイオールを叩いてあげて、全部の結果を、表示させて、見ますと、こんな感じで、フェニルアラニンのサーチ結果が出てきます。で、この、どれでもいいですけれども、この一番上に出てきている C00079 を開いてあげますと、L フェニルアラニンは、こういう化合物ですよという情報の外観が出てきます。で、フォーミュラストラクチャーでマスであるとかが出てきまして、どういうリアクションに関わっているか、それから、それらがどういうパスウェイに乗っているか、でそれに関わるエンザイムで、これはどういうロールがあるコンパウンドであるかですね、ブライトのデータですね、でそれから、その他のデータベースへのリンクなどがあります。で、先ほどの PDB みたいなものにもここにあるんですね。で、リアクションに関しては、例えばフェニルアラニンがどういうリアクションに乗っかっているかというのは、ここを一個一個開いてあげると分かるんですけれども、例えばこの R00686 を開いてあげますと、ATP とフェニルアラニンと H2O で AMP、D フォスフェイト、ダイフォスフェイトと D フェニルアラニンになるというような、このリアクションが出てきます。あるいは、今はちょっと簡単すぎますね。
他のリアクションが、数々出てきまして、それぞれのリアクションが、どういうパスウェイに乗っているかといった情報へここからたどることもできます。あるいは、直接パスウェイですね、ベニールアラニンのメタボリズムに関するパスウェイをここから開いてあげるということが可能です。ここにフェニルアラニンがありまして、どういうエンザイムが関わっているかというパスウェイについては、ここから参照できます。この感じです。最後に、システムとしての、知識データベースツールとしては、おなじみ、血管のパスウェイですね、代謝系、制御系、疾患などのネットワークを収集したデータベースになります。で、グローバルマップというのは、代謝系のネットワーク全体を俯瞰できるマップでして、血管マッパーというのはそれぞれの酵素や化合物の色を指定して表示できる、自分が入れたデータに対してパスウェイの色をつけることができるツールになります。で、まず、ケクパスウェイを開いてみて、いろんな生物種のパスウェイのグローバルマップを表示して使われているパスウェイの違いというのを、見てみましょう。でこれ先ほどのケクコンパウンドに移動したら、またこの左上のケクのロゴを叩いていただきますとケクのトップに戻りますので、そこのシステムズインフォメーションからケクのパスウェイを開いてみたいと思います。でそうしますと、こういった感じで、結局のパスウェイで、グローバルマップであるとか、あるいは、それぞれの個々の、マップに対するリンクがあるわけですが、ここではまずグローバルマップを開いてみましょう。で、例えば、ゼロのグローバルマップの、メタボリズムのマップを全部開いてみようとしますと、ここの、0.1 のメタボリックパスウェイマップを開くことになります。で、非常に大きな、マップが出てきますので、ちょっとここを小さめに 100% から 50% なり 35% なりに縮小してみましょう。で、パスウェイズの、全体的な俯瞰図が出てくるわけですけれども、ここで、今リファレンスとするパスウェイをどの生物種のパスウェイを見たいかなというときに、この、リファレンスパスウェイというメニューからですね、左上にありますリファレンスパスウェイというメニューから、例えばヒューマン、ホモサピエンスの、パスウェイで、どういうパスウェイがヒューマンにあって ないものは何かといったものを調べたい場合には、このホモサピエンスを選んで Go をしてあげます と、ヒューマンにないパスウェイですね、いろいろな生物種で知られているパスウェイの中でヒューマンにないものが薄いパスになって、表示されます。で、詳細はマウスオンすると出てくると思うんですが、ヒューマンに、こういうパスウェイがあってこういうパスウェイがないというようなことが分かります。でご自身 の興味のある生物種で、見ていただければ良いのですが、例えば大幅に変わるのはおそらくアラビドプシスサリアナ、白犬ナズナなんかはヒューマンとはだいぶ違うと思われるんですが、アラビドプシスあたりでゴーしてあげますと、パッと見てよくわかんないな、なんですかね、この辺がだいぶなくなってはいるんですけども、ヒューマンにあって、アラビドプシスないものは何かといったものが、生物種ごとに、グローバルに表示することが、できます。で、もうちょっとズームインしてみたい場合にはですね、結局のパスウェイマップにまで戻りましてですね、例えば、グローバルではなくて、それぞれ の個別のパスウェイを見たい場合にも、その下の例えばメタボリズムのカーボハイドレートメタボリズムの、グリコリシスのあたりを開いてみまして、
そうすると先ほどのグローバルのものからもうちょっと見やすい感じのズームインしたマップが出てきますけれども、これで先ほどと同じようにヒューマンに、じゃあヒューマンにはどの酵素があってどういうパスウェイがあるか、これはいろんな生物種を合成したパスウェイの中からヒューマンではこの辺りの酵素はありませんよというものが出てきますし、他の生物種でこの生物種例えばゼノパスではどうなのかというようなことをここで表示してあげることができます。で、あ、そうですね、基本的な見方を説明していないんですが、この5422とか書いてあるものはこれはエンザイム酵素になります。酵素の EC 番号になりまして、でここの丸で表示されているものは化合物ですね。でこの化合物が、この酵素によってどう変換されて、どのように生態内で流れていくのかというのがこのパスウェイズになります。で今のはすでに用意されているパスウェイを見た、ということになるんですが、自分が持っているデータですね、を使って、このケクの上に、表示させてみたいというような場合にはこのケクマッパーというのが使えます。質問ですけど、はい、種ごとにあるとかないとかっていうのは、はい、報告されてないっていう意味ですよね。あ、これはゲノムかもしれないけど、ゲノムが決まっているので、そうですね、ただまあゲノムが決まっていても、実はその遺伝子だと思ってなかったものがそうだったりする可能性はありますので、その可能性は十分あるんですけれども、まあ、基本的にはゲノムが決まっていて類似な配列がきちんと決まっていれば、まあ、あるなしは割とはっきり言えるはずです。あるなしと言ってる根拠になるような文献までは出てこない。例えばある遺伝子が、あるなしが先ほど表示されましたよね。でそこから先ほどのケクジーンに飛ぶことができて、でそれを、それに対して記載している文献情報がそこに登録されれば、されていれば、辿っていくことは可能ですね。ただ、まあ、よくあることですけれども、その最近ゲノムを決めても、その生物種がよく研究されていないゲノムを決めちゃうということがよくあるわけですよ。で、そのオーソログに従って、これの配列に似ているからこの機能だろうというのは推測 の伝言ゲームが行われている場合があって、必ずしもきっちり、生化学的にその機能を果たしているかどうかというのは分かってない場合もありますので、多分パスウェイを見て、でそのパスウェイに非常に詳しくてそこを突っ込んで研究したい方は多分裏を取った方がよろしいと思います。確かに、はい、で、まあ、先ほどのパスウェイの上に、色をつけてあげられるというのがこのケクのマッパーになります。で、まあ、例えばですね、トランスクリプトームであるとかですね、ある遺伝子がたくさん発現しているところ、たくさんよく発現している遺伝子を、強い色にして、で発現が、していないような遺伝子を、薄い色にしたいみたいな場合には、まあ、こういうデータセットを用意してあげてですね、HSA ホモサピエンスの、25という遺伝子は、678ですよ、26ですよというのは、発現の強さでも何でもいいんですけれども、何か数値、遺伝子に対する数値を入れて、先ほどのケクのマップの上にそれを色の濃さで表示してあげることができます。でこれは、また、ケクのトップに戻りまして、システムズインフォメーションの中のケクマッパーを開いていただきますと、その中で、カラーパスウェイとかが今使うのそうですね、色をつけてあげる機能はこのパスウェイマッピングツールズの中のカラーパスウェイというところを、使ってあげますと、色をつけることができます。で、まあ、さ先ほどのようなこういうファイルを用意してあげればいいんですが、まあ、とりあえずここにエグザンプルですね、例このファイルの例のファイルがありますので、これを使って色をつけてみましょう。で
この HSA05200 というパスウェイの上に、色をつけるためのファイルがこれでして、これ、右クリックで、一旦保存してあげましてですね、で保存してあげまして、フォルダーを開いてあげますと、今保存した HSA-CML コスミックテキストというのがあるはずです。で、これを今、ダウンロードしてアップロードするわけなんですけれども、今の例のファイルを、アップロードしてあげまして、で、パスウェイ、どのパスウェイかっていうのは、これ、HSA05200 のパスウェイですので、HSA05200 と入れてあげて、結局のパスウェイの、HSA05200 のマップを選びまして、その上に、どういう色をつけたいかという例のファイルをダウンロードしてきてアップロードするということをしまして、でこれでエグゼキューションしてあげますと、あれ、なんか色の強さが出るはずじゃなかったっけ、ニューメリカルバージョンとしてなかったか、すいません、ですね、こっちの、 色の数字の大きさを色の強さで示すというやつで、というセレクションをしてなくて、今色がフラットに出ちゃったんですけども、このニューメリカルバリューをしてあげて、実行しますと、こんな感じで、このいてね、こんな感じでですね、指定した遺伝子が数値の大きさによって色付けされるというのが、でも今これなんか真っ赤になってるのが1個で、例とちょっと違うんで、ちょっと数値の振り方を間違えたのかもしれないんですが、遺伝子に対して数値があって、で数値が大きいときにはここでは赤が強く表示されるような設定になっているんですが、こういう自分が用意した、例えば発言であるとかのデータをこのマップの上に反映させて表示することができます。ちょっとこれは何かを間違えましたね、私。このような感じで、思ったよりずっと早く終わってしまって今困ってるんですが、DDBJ、PDBJ、結局ともにですね、いろいろな機能がありまして、今ご覧いただいた通りですね、結局の中でも今ご紹介した機能というのはほんの一部でして、いろいろな機能が、あります。で、ぜひ使ってみて、ご自身の研究に役立ててみてください。